6月10日は時の記念日です。西暦671年6月10日、日本で初めて漏刻と呼ばれる水時計で時を知らせたという故事をもとに、大正9年にこの日に制定されました。日本書紀には、漏刻は天智天皇自らが製造したと記述されています。当時、西洋諸国からは日本人は時間の感覚に乏しいと見られていたため、時の記念日の制定には啓発の意味もあったようです。さて、昭和10年、時の記念日という曲が作られました。それはこんな曲です。刻み刻みて土の時を知らせる器ぞと、天智の御代に水時計定めた毎日今日の日よ、深く惜しまん惜しまん時、懐中時計かつては、日本人は時間の感覚に乏しいと言われていましたが、例えば鉄道を一つ取ってみても、国によっては1時間以上の遅延は通常運行というところもある中、今や日本では分単位で電車が運行される状況となっています。鉄道なら定時運行は安全性、効率性、信頼性につながっているように、時間厳守の啓発によってあらゆる面で世界中が驚くような国民性が育まれていったのではないでしょうか。